豆本豆本とは手のひらに収まる程度の小さな本の総称である。西洋では16世紀頃に流行し、聖書や物語の豆本が盛んに作成された。中国では美貌用に南西の幅箱本から始まる。日本では江戸時代後期に馬上本とも呼ばれ、携帯用に使用された。消し本、修鎮本、寸鎮本とも呼ばれ。 独コモットの中でもさらに小型の本を指す。不女子の娯楽用としても使われている。第二次世界大戦後にも二度流行期を経験している。絶対的な数値による定義はなされていないが、おおむね以下のような大きさの本を豆本と呼ぶようである。西洋では1割コーン以上3インチ以下のものを指し、これより大きなものをスモールブック、小さなものをミクロブックと呼ぶ。日本では 江戸時代の徳小元中のさらに小型本を指し、身の番紙をやっつきれした、大きさ以下を指す。明治以降は一辺が10センチ以下のものを指し、近年まで加減はなかったが、極小サイズの豆本作成が米粒に文字を印刷するといったマイクロ技術の分野に取り込まれた、結果、欧米の表現に習い1センチ以下の本を、マイクロブックと呼ぶようになっている。南西の俗人氏が美貌用に、 小型の五狂を幅箱に入れた小事から始まる。豆本誕生以来より、いかに小さな本にするかという挑戦と競争は行われていたようである。より小さな本を作ることは、その国、または企業の静止技術と印刷技術が共に高度に優れていることを古事することにつながるため、現在に至るまで、その挑戦は止まることを知らないでいる。ありがとうございます。